でも昔のゲームはね、地図埋めてくれないんだよね。自分でマッピングしないといけないんだよね。あ、悪魔だ。うわぁ。うわぁ。2回。うわぁ。あ、ちぇちぇちぇ、やめて、やめて、やめて。ああ2回のあと2回だけ。クマ。逃げろ。もうちょい。よっしゃ、勝ったぞ、クマ殺し。ああ、こんだけ必死に戦って獣の皮読んだけか。死んじゃう。どっかに温泉とかない？ずっとコントローラーが震え続けてる。しかしどんどんと埋まっていくぞ。どうしよう、とりあえずここの先を行くか。寿司番ってこう一騎打ちしようかな。参る。やっぱ一騎打ちだよね。3もらえるもん。免許など私にはいかん。ほら回復量が超デブ君がいるんですけど、よし、ね、あーよかった。じゃあありがとう、回復ごちそうさまです。なんとひどい、殺されている。おい、あっちからなんか来てるぞ。なんかいいの。何してんだろうね。ヘッドショットすれば一発じゃねえか。あれ、うんこ。お、助けれた。初めての救出。コムダでは大勢が亡くなったとか。どうやって生き残ったのです。もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、奴ら道沿いに八重を敷いて待ち伏せてます。奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。お、レベルアップしない。ギリギリしない。殺されてる。ひどい、ひどすぎるよ、もう子供。うん、今のイベントなんだろうね。待て待て。あ、ここだ、管の集落。いない。追ってるけどさ、大丈夫？あ、農家の人。これ？赤鬼の竹傘。見た目装備。やっぱりわからん。ああ、さあ、一体早く前提覚えるか。前提覚えようか。これ技
どれだ、ここか。あーでも狐と温泉の風、神社、稽古台、体力、あれこれ覚えてんじゃん。勝った、どれから覚えていくといいのかがね、ちょっとよく分かってないからね。こう前提覚えるか、自分で丸を書かなきゃいけない、ね、屋根から飛びかかっていた。さすが野党、さすが野党、闇討ち、二人連続闇討ち、これも欲しいんだけどな。あのさ、罰連打したら高速登りするかなって思ったらしてくれなかった。力を貸せればいいのですが。読む。とく無事に旅してくれたことを、ね、願いますと。お父は櫓から見えたすすきの原の向こうにある森へ行く。これ追っていけばいいんだろうね。すすきの原の森の向こうってどこのこと言ってるのか分かんないけど、金流せないのかな。流せない、残念。怖い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 、操作ミスったら死ぬ気がする。ああ怖くてしょうがない。ああ降りると超速い。世界丸見えで見たぜ、こんなね小気味よく走り回る集団。ほっ、さーてね、そろそろね目的地にたどり着きそうだね。ああ、鈴木ヶ原の向こうってここだな。パン、これ神社もしかして。初めて物資これつまりあれだよね、今お供え物パクったってことだよね。やってることはね、どこかの野党と変わらないっていう。外道を育てはせん、下道は一人で十分、私です。あ、絶対ここ強敵と戦うわ。だいたいこういう場所ってさ、あの源一郎的なやつがいるよね。まあせっかくなんで、ここの端っこまで埋めて、いつか穏やかな旅に出ようかな。まあ、せっかくなんでね、ここ全部埋めちゃおう。まだ行け、波が綺麗だな。ノンストップでこのまま飛び降りたくなる衝動がちょうど。あ、鹿は神のいらしい。あ、鳥が私を導いておくれ。ララララ私を導いてくれ。さあどこへ行こうというのかね。ここか。おまれの双子岩ひどすぎる。遠く下る道を見つけました。もう着きますか。ありがとう。
拾う。ん、なんか取った。捨てる神あれば拾う神ありだよね。あ、もしかして新しい技？なんか分かんないのあったよね。技のこっち？これ？さっき手に入れたの。そうでもない。どれ取っ、何取ったんだろう。なんかトロフィーもらったけど。前転覚えた意味あったのか。指南、なんかアイテムがあるらしい。ホタルみたいなの見てんだけど。これか。下まで取れたね。そこ行ける？泳げる。船とか手に入るのかな？波が。行けそうなんだけど。サメとか出てきて食べられたら超笑いますね。いけそうだ。双子岩。おお、いける。いけた。変えるの。ファストトラベル使った方がいいかも。マップ、おー、離島的なところ、いけるもんだね。デルダだったらパラセル使って飛び降りるだけだけど。お、手伝ってあげる。よし、川一位材、しめ縄、うん、それ以上上にはいけない模様。竹、あ、鉄も、あ、素材が超美味しかったってことでいいのかな。ほう、全然効かないよ。死ぬよね。どこへ誘おうというのかね。滝の下？嘘だろ。おい、来ねえの？おい、誘ってんのかよ。罠だよ。粉バナナ。ほっ。ほっ。おー、ここか。いけるの、ここ。いけそうでもあるけど。行くよ。はっ。うん。まあ、これだけ。これどこ消えた？
これなんか使ってるけど、まだ降りる。うわー、びっくりした、うん、これさっきのとこだね。こんなとこアイテムあった、気づかなかった。遠くこの文を読むことなくお前が浜に来てくれると、まもなく船が来てしまう。先に脱出しちゃったのかな。コオロギ、これホタルだよね。火つけれるんだって、これ。つかへん。いた、鳥さん、私を導いておくれ。私を導いておくれ。うん、上に行ったり下に行ったり大変なんですけど、そこか。ありがとう、ありがとう。何があるんだい。あ、和歌を読むやつだ。熊歌始まるよ。切腹しそうで怖い。もうこの襲来を思って、ね、詩を作りましょう、うん、そこ滝の糸あなたかし。あなたかし、霧に包まれおぼろげに岩尾が来たる苔。ここ行こうか。そしてラストは温泉。温泉ではないのか。ただ終わりへと飛びてくるか。2パターンしかないか。3パターン目はないな。あったあった。これでいいね。これって正解とかあるの。3つを全部ちゃんと合わせなきゃいけないとか。あなたかし、あなたかし、霧の巡りておぼろなり、ただ末までも予選とぞする、それにつけても金の欲しさよ、ね、イエーイ、やったぜ。また一つ素晴らしい和歌を作ってしまった。